先日、長野の道の駅で車中泊してきたんですが、やはり換気扇は必要ですよね。どうも、チームシーク中村です。車中飯を作ったら匂いがこもるのは分かってたんですが、窓を開けたらそれなりに換気されるかなと思ってみたんですが、やっぱり甘かったです。ましてタバコを吸うんで、なおさらです。ということで、ここに来て換気扇の設置をしていきます。どんな換気扇にしようかといろいろ迷ったんですけれども、結局 USB ファンを運転席の後部後ろのスライドドアに取り付けることにしました。 USB ファンなので電源はモバイルバッテリーです。材料は集積材です。スライドドアのガラスを塞いで、そこに USB ファンを取り付けていきます。荷室側の窓ガラスは塞いでしまっても車検上問題ないので、また中村のサンバーは後部座席を外してしまっているので、そもそも客室ではなく荷室扱いになります。そういうことで素材の難燃性も問われません。使っている材料は9ミリ厚の集積材なので、厚すぎるゆえにその重さが心配なんですけれども、その時はその時で考えていきたいと思います。なぜ集積材を使っているのかというと、ズバリ値段です。薄いベニヤ板よりも安かったです。カーマで980円でした。しかも余った材料で十分な大きさが取れるので、これにしました。例によってジグソーで窓の形にカットして、換気扇の風が通る穴を開けてます。 USB ファンをビス止めする予定なので、八角形の穴を開けてますが、実はこれは失敗です。勘のいい人はすでにお気づきかもしれませんが、この時の中村は失敗していることに気がつかずにそのまま作業してます。ファンガードを取り外して集積材を挟んで固定しようとしてます。この USB ファンなんですけれども、12センチの2連で Amazon で購入しました。値段も1398円と、なかなか安かったですね。集積材が9ミリも板厚があるので、ファンガードを板の中に埋め込む形にしようとサンダーで削ってみました。こんな感じですね。鍾乳洞の入り口のようないびつなくぼみは出来上がったんですが、そこにファンガードを仕込みます。これでファンガードが、板の中に入ったんで、結構これはこれで満足してるんですけれども、実は失敗してます。ファンの間から虫が入り込まないように虫除けの、目の細かい網戸の網を取り付けました。こちら側が車体の外側になります。ファンの本体は車内側にして排気の向きに取り付けていくんですけれども、これが失敗だったんですが、何が失敗かっていうと、後で分かりますが、スライドドアをスライドさせた時に出っ張ったファンが車体に干渉してしまうんです。もちろんこの時はそんなことに気がついていません。スライドドアを開ける時に車体とドアには結構な隙間ができるって、なぜか勝手に思い込んでたんですね。しっかりと確かめもせずに作業してしまったんですよね。ここではほぼほぼ出来栄えに満足して、色塗りなんか始めちゃおうとしてます。例によってオイルステインを薄め液で薄めて塗ってます。
まあ、色はウォールナットですね。まあ、鬼のように薄めてますんでウォールナットには見えませんけれども、ファンガードで挟み込んだ網の横をコーキングしました。まあ、これで虫は入ってこないんですけれども、まだ失敗してることに気づいてないです。アルミの平板で集積材を窓に固定していきます。まあ、それを窓のサイズに合わせてカットしてるところですね。失敗してるのに。この窓枠に集積材を乗っけるような形で固定しようとしてるんですけれども、まあ、その前に隙間テープ、これは100均で買ってきた隙間テープですけれども、そちらを貼り付けています。まあ、貼り付けるにあたって一応パーツクリーナーで脱脂しておきました。中古で買ったサンバーなんですけれども、購入した時からスモークフィルムが一部分だけ二重で貼られてたんですけれども、これは何の意味があるんでしょうかね。まあ、余ったから貼り付けたっていう感じですかね。で、隙間テープはこんな感じで四方に貼り付けておきました。集積材を固定するためのアルミの板は黒で塗装です。ここで初めてファンが車体に干渉することに気づきました。まあ、ここに来て気づくかって感じなんですけれども、まあ、なんか愕然としましたね。っていうよりも、なんでこのファンの出っ張りが干渉しないって思い込んでたのか、今となっては不思議です。で、ご丁寧にコーキングまでしてあったので、これが取り外すのに苦労しましたね。ビスの上にもコーキングしてあったんですけれども、まあ、ここはなんとかドライバーをねじ込んで取り外すことができました。まあ、ご丁寧っていうよりも塗り方は丁寧じゃないですけれども。で、このゴムみたいなコーキングなんですけど、結構しっかり貼り付くんですね。で、ファンを集積材にビスで留めるっていうのを諦めて、もうファンの大きさに穴を広げて落とし込む形にしました。で、パテで固定しようかとも思ったんですけれども、なんかコーキングも結構固定してくれそうなので、結局コーキング剤で固定することにしました。まあ、その方が楽ですからね。まあ、見た目はいまいちかもしれないですけど、ファンが下に落ちちゃわないように隅をマスキングテープでガードしてコーキングです。で、こちらが車内側で空気を排出する向きにファンを取り付けてます。まあ、そうですよね、換気扇なんですから。で、今開けてる穴はファンの配線を車内側に引き込むための切り欠きを作ってます。こちらは車体の外側に当たる方の面ですね。で、ファンが結構出っ張ってるように見えるんですけれども、まあ、実際出っ張ってるんですけれども、車体に集積材を固定すると窓ガラスとの間に結構な隙間が出るっていうことが分かって、このようにしてしました。車内側の方に出っ張りをつけるわけにいかないもんですから、まあ、こうなりましたね。まあ、これでやっと本止めに入れます。まあ、アルミの平板を使って、まあ、車体と集積材を固定するんですけれども、一応車体に穴開けたんで、そこにクリアで、まあ、錆防止の意味でクリアを吹いておきました。
まあ、スライドドアがスライドできるって当たり前のことなんですけれども、この瞬間ほっとしましたね。まあ、外から見るとこんな感じで、まあ、ファンとガラスの隙間は測ってないんですけれども1センチちょっとぐらいありそうです。でこのコーキングなんですけれども、塗り方は汚いんですけれども、固定するっていう用途ではもうしっかり固定してくれてますね。まあ、今のところこの見た目の汚さはあまり気にしてないんですけれども、まあ、そのうちパテか何かで綺麗に成形するかもしれないです。ファンも問題なく回って威力もそれなりにありそうです。でこのファンなんですけれども、速度が3段階に切り替えられるようになってます。で音なんですけれども、まあ、Amazon の説明で静音設計って書いてあるんですけれども、これは本当に静かでしたね。もう回転するものなのである程度の音は、まあ、それなりに覚悟はしてたんですけれども、ほとんど音が気にならないっていう感じです。で配線の方は集積材に2つずつの穴を開けてタイロットで固定しました。古いジーパンを、のポケットを使ってモバイルバッテリーのケースにしたいと思います。まあ、使ってないジーパンなんで、まあ、この辺は再利用ということですね。ブランドもどこのものかわからないです。ジーパンの尻ポケットなんですけれども、まあ、通常、まあ、スマホ入れたり財布を入れたりとかってしてるんで、まあ、結構それなりに大きいので、まあ、モバイルバッテリーぐらいは十分入りそうですね。こんな感じです。からこれをビス止めしていきます。取り付ける位置はだいたいこの辺りです。まあ、なかなかいい感じじゃないでしょうか。ポケットを横に貼って取り付けたので、モバイルバッテリーなんて入る余地がありませんでした。まあ、ということでビスの留め直しです。まあ、今度はちゃんと入りましたね。まあ、テンションかけずにダボダボの感じで取り付けるのがコツなんですが、まあ、そりゃそうですよね。ここでスライドドアをいっぱいまで開けたところなんですけれども、この位置だったら干渉しないですね。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ライライテシトロ店、
ラーメン定食にコショウと辛子味噌トッピング。